はい、ベロニカ。ベロニカは起動効果使いで1枚。で、これで終了で起こすと。局面の天使、ヒルイーザーを出して、テリトリー開けます。ヒルイーザーの起動効果使います。はい。山札の上を2枚見て、ノイカのコストのカードを出します。マジ強っ。では、次にリオフィリアの効果。じゃあ自分のエースを。破壊しちゃいます。はい。そしたら、相手の対象のユニットを破壊できるので、ここはさすがに、ベロニカさんに焼けてもらいましょうかね。ベロニカの対象で破壊します。破壊者取った時、1コスト。落日の期間で、ベロニカ対象1枚目、ナディア対象2枚目にしたいです。マジですか？戻ります。で、プラス3000します。ちょっと、ディオフィリアのアレイネの効果発動できないやん。クラフトクラウンのハヤトです。どうも、ビルディバイド新大学チャンネルのウーディスです。今回はビルディバイドブースターパック第6弾10円をもたらすもの、再来を告げるもので登場した、直面の天使ティルイーザのデッキを使って対戦していきたいと思います。お願いします。なんかね、変な動きすると思うんですけど、お、気になるな。それは楽しみにしててください。お、じゃあお願いします。お願いします。リリービルドディバイド。じゃあ、お願いします。お願いします。ターンもらいます。はい。どうしようかな。これ、すげえ手札になっちゃったな。お。これ、埋める？埋めないよな。ヒルリーザーは、マジか。いいっすわ。3コスト。ブラムだったらナディア出します。なるほど、了解です。ワンドロー。で、これで終了で。あ、アタックしない。なるほど。アタックしません。はい。なるほど、なるほど。どういうデッキだろう。じゃあ、ドロー。はい。ここはどうしようかな。ちょっと考えろ。ここは、アルモニカちゃん、エナジーセット。はい。黒2と、白1で、ヘビーアームドクローラー。はい。アームドクローラー出します。じゃあ、能力で山札4枚見て、はい、その中で1枚カード持ちになってた。アイオラだ。あー、もう落ちた。もう落ちました。いいです、1体目。はい。で、シャッフルだな。では、アタックフェイス入ります。はい、ライフに攻撃だを1点攻撃します。デコイ持ってんすよね。デコイ持ってます。です。ライフでいけます。了解です。はい。このままターン終了です。はい、ターンまでます。スタンド、ドロー。したら、倫理の枷を埋めて、4コスト。はい。ベロニカ。出します。やばい。で、ベロニカの起動効果使い手です。了解です。はい、1枚。引いて、で、これで終了で。わかりました。スタンドして、ドロー。なるほど。またこいつか。ここは、どうしようかな。ベロニカはやったかな。ここは、どうしようかな。ちょっと考えますね。はい。しょうがない。ここは、もう一体アルモニカをエナジーセット。はい。アタックフェイザーがいます。はい。いけ、ヘビーアームドクローラー、ライフに攻撃します。ライフに攻撃は、ライフでいけます。了解です。はい、パスタ。おお、いて、なるほど。診断のカードパスタ。ターン終了です。はい、じゃあターンもらいます。スタンド、ドロ。したら、ミティアムチャージします。はい、コスト。直面の天使ティルイーザーを出してテリトリー開けます。了解です。で、ティルイーザーの起動効果使います。はい、山札の上を2枚見て4以下のコストのカードを出します。はい。マジ強っ。で、どうしようかな。ベロニカもパワー上がっちゃってるし。そうなんですね。今、3000ですもんね。3000です。そしたら、ベロニカの起動効果使って1枚引きます。了解です。もう一回やろうかな。もう一回、起動効果使って1枚引きます。了解です。で、アタックフェイズ入りたいです。はい。アタックフェイズ、ナディアで、フロアにアタックしたいです。これは破壊されちゃいます。はい、で、これで終了したいです。了解です。スタンドしてドロー。はい、手札がクセの素エナジーセット。ターン終了です。はい、じゃあターンもらいます。よいしょ、ドロー。そしたらどうしよっかな。これさ、こっちか。ティリーザの起動効果から了解です。使います。厄介だな。2枚にて1枚出します。はい。で、どうしようこれ。難しいな。ハンドアフレちゃんだよな。チャージしたいのか。チャージしたくない札しかない。新兵器開発、チャージします。了解です。
で、アタック入ります。はい。そしたら、ベロニカでライフに行っていきたいです。通します。はい。シグニグラス。はい。ベロニカでもう行っていきたいです。1点。通します。来たぜ。能力で相手ユニットを1体対象とし、そのターン中、あなた、対象はマイナス5000。ナディアマイナス5000。対象はナディアですね。はい、5000。始終なる性病の効果を使いたいです。性病の効果で、ナディアを捨てて、ベロニカのパワー分、ナディアのパワーを上げたいです。何 ?1 万2000で。了解です。はい。じゃあ、7000送ります。はい。そしたら、これで、ターン終了で。了解です。こいつが残ってしまったのは厄介ですね。そうですね、ブロッカーが。はい、じゃあ、スタンドしてドローしていただきます。うわー、起きたくないけど、いやー、手札来たらダメだ。エナジーセット。はい。ここは行くぜ。黒4、赤1、白1で。じゃあ、行くか。破滅を呼ぶ強制、ディオフィリア、アクセントで。はい、じゃあ、テリトリー、ビルドアライズ。あれ、しかも、タワーじゃないですか、これ。そうなんですよ、当たったんですよ。では、初ディバイドレア、当たりました、ね。すご海底神殿、あるいね。能力で、じゃあ、解放された時に、あなたの墓地の、高コス以下のユニット1体、エースか。エースを1体。じゃあ、アクセプトできるので、アイフロ、はい、アクセプトします。はい。能力で使うとする。微妙な手札ですね。ここかな。本順で置いちゃいます。はい。では、次にディオフィリアの効果。じゃあ、自分のエースを1体、破壊しちゃいます。はい。そしたら、相手の対象のユニットを破壊できるので、ここはさすがに、ベロニカさんには消えてもらいましょうかね。ベロニカを対象で破壊します。はい、対象取ったら、1コスト。落日の期間で、ベロニカ対象1枚目、ナディア対象2枚目にしたいです。マジですか？いいですか？大丈夫です、はい。戻ります。で、プラス3000します。ちょっとディオフィリアのアレイネの効果発動できないやん。このままこちらはターン終了です。エンド前ちょっと考えます。了解です。エンド前に、3コスト。新兵器開発。了解です。使います。2枚引いて、ターンもらいます。わかりました。はい。スタンド。で、落日の期間か。なるほどな。ただ手札が溢れるんですよね。ほぼ確実に溢れるぐらいの手札になっちゃったんで。なるほど。どうしようかな。まあ、先こっちかな。ティルイトの起動効果使います。はい。で、2枚見て。もう出てくるな。対象なしで。おー、セーフセーフ。やばいな。次のターンから破壊されると判別されるな。まあ、先起動効果使った。ベロニカの起動効果使います。了解です。1枚引きます。違う、こいつじゃない。4コスト。はい。いいです。出します。なんだこれ。はい。これは、6000デコイなんですけども。相手ターン中にバトルするとプラス3000します。9000、はい。で、殴られるたびにプラス3000とされます。やばすぎ強ターン1制限ないです。なるほど。で、エナジー埋めといた方がいいかな。そうですね、エナジー埋めときます。了解です。で、これで、アタック入ります。さあ、来い。そしたら、A レースでプレイヤー1点いきたいです。1点で、通します。はい。はっ、バリン。あら、エースじゃない。取ります。ヘビーアウト。ナディアでも1点いきたいです。なるほど。勇気ある。いきますよ。はぁ、ショット。お、じゃあ、青か。取ります。クリールはどうしようかな。クリールは、クリールも行きたいんですけどね。行くべきですね。そうですよね。行くべきですね。いや、でも、ここで痛み焼きを構えてるアピールをしときたいな。あー、なるほど。どうしようかな。で、まあこれでいいですか。これで終了で。なるほど、賢明な判断です。ではスタンドしてドローいただきます。ダークの取引エナジーセットします。はい。では黒5とよいしょ。じゃあ赤1で。ここもう1体破滅を呼ぶ強制ディオフィリアアクセプトします。はい。よし、では能力使います。はい。ディオフィリアの能力ディオフィリアが。ディオフィリアでディオフィリアを破壊。はい。そしたら対象のユニット1体破壊。はい、対象は A レース。A レース。はい。A レース破壊か。まあでもしょうがないかな。まあワンハンデスいただきましょう。そうですね。A レースだとワンドローだけど。まあいいでしょう。じゃあ A レース破壊されて、レイデンの効果で利害の排斥切ります。よっしゃー破壊できたぜ。すぎる。いや、ターン終了でいきましょう。はい、ターンもらいます。はい。スタンド1枚。先、ティリーザの起動効果から。了解です。2枚見て、対象なしです。
あー生きた心地がしねー。いやー出したかったな。出してかないとな。まあ、なんかもう毎ターン1回ずつ出しとけばなんとかなる気もするから、4コスト、はい、ミディアム出します。おーかわいい。そうなんですよ、かわいいんですけど意外とデコイ持ってるから、このデッキは。え、デコイこいつ4コスト5000のデコイ強いっすね。そうなんですよね。しかもバスターオフじゃないのかな。そうなんですよ、だからちょっと相性は良くて、まあ、引かしてもらうか。ミディアムの起動交換も使います。了解です。1枚で、ミディアムチャージします。おでアタック入ります。了解です。ミディアムでプレイヤー行っていきたいです。そいつは今パワーが遅いんですけど、基準なる整備用の効果で上がる可能性はあります。ブロックしないです。はい、ファーストトリガー。お、ショットトリガー、極右より来るもの。対象はティルイーザーは5000。ティルイーザー5000です。さすがに厄介する。いやだからエースは残しておきます対象はナディアです。ナディア5000マイナス。ナディア、そしたらナディアの対象を取られた時に基準なる整備用の効果でナディアを切ってベロニカ分のパワーを上げたいです。やばすぎ。はい取りますじゃあしたらナディア、12000のナディアで、7000くらってるナディアでプレイヤー行ってみたいです。取ります。うわ呪われた切り札強い。よっしゃ、ここは早速エクリル。そいつは厄介やな。はい、じゃあこれで、終了したいです。了解です。よし、準備は整った。スタンドしてどう。ついについにやばい、あいつを使うぜ。まずはこいつは強いな。再起の大声援、こいつはヒグマ様のカード、エナジーセット。はい、黒5、赤1、白2で、いけ、コマンド、シュブニグロス。あーやばい。よし、4体います。4体いるかな、ディオフィリア、アイオラのみですね。はい、ちょっとテリトリーは閉じられない。閉じたらやばかったですね。閉じたらやばかったっすよし、行くぜ、クトゥルフィ神話、いけ、ドーン。ではアイオラの効果、はい、使用します。スカウト3、3枚いって、ちょっと微妙だな。これはここの2枚だ。いや違うな、ここの1枚を上で、で残り1枚下で置いちゃいます、はい、ではディオフィリアの効果を使用させていただきます。はい、どうぞ。アイオラをじゃあ破壊します。で対象はベロニカを対象で、ベロニカ対象です。はい、破壊されます。 ではワンハンです。はい、お願いします。ラスター破壊されたので1枚してます。はい、利害の排斥、利害の排斥か、本当か。お持ち確認します。あ、了解です。いやこっち切りたくないな。以外の排斥切ります。では、ディオフィリアは、どうしようかな。ディオフィリアも消えてもらうかディオフィリアでディオフィリアを破壊するティルイーザ、ティルイーザ対象破壊します。はい、じゃあティルイーザ破壊されます。じゃあエースを破壊したのでワンドローいただきます。はい、よし、ここでアタックフェーズ入ります。はい、ディオフィリア、いや待てよ、これでパワーアップするのか。一応デコイです。いやしかもデコイか勝てねここはまあターン終了でいいでしょう。はい、じゃあターンもらいます。これがシュブニグラスの強さだ。いやそうですね、盤面が一気に返されちゃった。はっはっはっ、強いな。したら、4コスト、はい、エイジェス、もう一体出します。あーやばいよ。でアタック入ります。了解です。エイジェスでプレイヤーに行ってみたいです。通ります。はい、お来たぜ、アバカレシナラク。墓地のエースカード1枚につき、相手ユニットを1体対象として、墓地のエースカード1枚に、そのターン中対象マイナス3000。さすがにデコイさん、対象を選びます。対象で、はい。はい。で、エースが1、2、エースが3枚落ちてるので、マイナス9000。9000。上げれば耐える可能性がある。そしたら、死順なる性病の効果で、エイジェース切って、はい、エイジェースの6000分上げたいです。わー、マジで耐えられます。はい。したら、まあ、だから、今は空前の灯しみだ。ただ、あれなんですよね、マイナス今マイナス9000くらってますけど、2000しか今ないんですよね。そうなんですよ。これで終了かな。これで終了でスタンドしてドローいただきます。いや黒4と、じゃあ赤1で、はい、シャルドアクアクセプトします。はい、でこの、ユニットが手札から登場した時、あなたの手札のエースカード1枚捨てても良い。はい、いねえわ、エースエースいねえわ。まあいいや、そしたらマイナス5000だけど、それは関係なし。ディオフィリア能力を起動する。エースでないユニット1体破壊。対象マイナス5000。はい、マイナス5000。はい。よし、ディオフィリア。エイリースを攻撃だ。ただ、バトル時3000上がって4000なんですけど、取られます。じゃあ、バスターカードを破壊したことに、ワンハン
レスはないですね。ハンドがないです。なるほど。このままターン終了でいきます。はい、ターンもらいます。やべえな、これ僕バスターめくれたら負けか。プロ。したら、アタック入ります。了解です。ミディアムでプレイヤー1点1点です。ショットトリガーめくれまくったかな。ああ、助かった。じゃあ、ナディアでも1点いきたいです。頼む、なんか来てくれ。あーっと、セーフ。これで終了で。了解です。ここでもう一気に攻めるしかない。では、スタンドして、よこしょ。ドローいただきます。はい。よこしょ。あー、違う、違う。君じゃない。ここは、どうしようかな。これは、なるほど。その後、相手は自身のボディ。さすがに、バニラで出すか。黒5と。赤1と白1で、はい、ガブルアクセプト、はい、能力は使用しないで、使用したらとんでもないことになる、ね、ターン終了でいきます。ターン終了で、はい、はい、したらエンド前1コストで落日の期間対象ナディア取りたいです。了解です。で戻ります。はい、でターンもらいます。了解です。スタンドドロー、3コスト、はい、裏回ったナディア出します。了解です。マンドロー、と4コストベロニカ、はい、出します。で、アタック入ります。ベロニカでプレイヤー行ってみたいです。ガブルでブロックします。はい、こいつが破壊された時、あなたの墓地のエースカード1枚につき対象の相手のユニットは全てマイナス1000、1枚2枚、3枚、いけいけ、4枚あります。はい、4枚、足んねえ。したらナディア1000でプレイヤー行っていきたいです。ディオフィギュアで返り討ちだ。ブロックです。じゃあブロック宣言時、詩人なる性病の効果で1枚切って、ベロニカ分のパワーを上げたいです。8000破壊されます。はい、で最後ミリアムでプレイヤー行っていきたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと戦ってみて思ったんですけど、このテリトリーかなり強いですね、はい、そうですね、パワー分に関しては並んでれば上げることができるんで。そうですよね。いや、なんだろうな、こうなんか リバワードみたいなんじゃないと多分ダメなんじゃないかなみたいな、はい、一体は残るけど、ね、全体除去とかスキノイト、釜の炭治郎とか、ギアセアとか打たれちゃうと結構きついんですけど、まあ、その代わりそういうカードが入ってないデッキに対してはまあ、なんか単体性能で勝ったりとかできる。ああ、確かに確かに、はい、非常に強いデッキかなと思います。ああ、なるほど。やっぱりね、あの手札は切っちゃうんですけど、やっぱり青で補強できるので。そうですね、強みでしたね。はい、ナディアだったりとかベロニカ新兵器開発っていうカードで、ハンド増やすこともできますし、1ターン目ナディアで殴んなかったと思うんですけど、確かに確かに確かに、ベロニカ出して守りたいんですよね。あー、なるほどですね。確かにユニットを並べるのが一番ですね。そうなんですよね。なんで基本的にはそのテリトリー解放するまではあまりユニットで殴んないように動いた方が、まあ、強いような気がします。あ、確かに確かに、その選択肢はありやありやと思います。そうですね、結局後半ユニットの数でまくって相手のライフに詰めていけばいいので。なるほどですね。なんか戦い方があれですね、新兵に似てる感じもなくない。そうですね、まあ、新兵みたいに横に並んで破壊してプラスしてみたいな、まあ、効果、ユニット破壊してないんですけど手札捨ててプラスしてみたいなのは、まあ、一緒かもしれないですね。いやでも強かったです。よかったです。第6弾ね、こういうなんか強いパワーカードが多いので、まあ、今後もね研究していきがいがあるのかなと思います。確かに感じました。じゃあ今回はこの辺で、はい、バイバーイ。バイバーイ。